疲れた。休憩していい？いい感じだね。お、嬉しいか？よしよし。クエスト達成、やったね。体重はバッチリだね。お、嬉しいか。よしよし。クエスト達成、やったね。元気だね。いい感じだね。クエスト達成、やったね。体重はバッチリだね。体重はバッチリだね。お、いいじゃないの。いい感じだね。今週はレースがあるよ。まあまあかな。いい感じだね。はい、何です？お、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。大井の力のいるダートは真の実力が試されます。さあ飛び出した12頭、5番サンライフ、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。果たして先頭に行くのは、先手を取ったのはバカプサホマレ、ウェルテンション、外から行こうというところ。2番アーデルクローネ、その後ろでやりましょうか。9番カタノアリュール、内を通って。7番ウィナーズステージ、1番アレアズマ、スズヨパワー、内から1頭、10番ノーブルウィーナー、これと一緒にサトノライデン、その後ろ3馬身くらいあって。6番ガンマティーン、それから8番カネショーホープ、しんがりからサンライフ。さあもう一度前の方に戻ってまいり、ここから直線に入ってまいります。パタノアリュールは3番手といったあたり。さあ先頭はウェルテンションが2馬身リード、外からはパタノアリュール、外からはパタノアリュール、ウェルテンションが抜け出した。サトノライデン抜群の手応え、ウェルテンション先頭を捉えるか。パタノアリュール、サトノライデンが2番手、サトノライデンかわして先頭に立った。サトノライデン先頭、サトノライデンが勝ちました。ガンガディーンは2着、3着にパタノアリュール。気を取り直して次行こう。1着、3番、2着、6番、3着、9番。馬がレースから帰ってきたね。
い感じだね。いいね。体重はバッチリだね。元気だね。元気だね。今週はレースがあるよ。まあまあかな。うれしぱい。なんです？一番人気。ただいまより投票受付を開始します。さあ、12頭のゲートインが完了しました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。腹を切ったのはプレザント、ウィマーズステージ。外から行こうというところ、山順号がかわしていきました。それから1番スペクタクル。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。これをマークするように。11番カタノアリュール、時の勲章。5番ガンガディーン、その外に9番カネショーゴールド、内を通りまして4番サブロ東証、7番ウェルシャトー、東進イーグルがその内にいます。その後ろ3馬身くらいあってボールドフェイス。先頭の方はどうなっているか。ぐーんと広がった。パタヌアリュールは2番手、このまま抜け出すか。先頭は山順号、パタヌアリュールが差を詰めてきた。外からはパタヌアリュール、このまま押し切るか。山順号外から差を詰めてきている。パタヌアリュール、パタヌアリュールが差を詰めてくる。パタヌアリュール、かわした。先頭に立ったゴールドフェイス、懸命に追う。さあ抜けました。パタヌアリュール、恐れ入った。パタヌアリュール1着。なんとまあ強い。いやー、これはすごい。確定しました。馬がレースから帰ってきた。はい、何です？体重はバッチリだね。バッチリだね。体重はバッチリだね。いい仕上がりだね。はい、何です？お、いいじゃないの。体重はバッチリだね。いい感じだね。
まあまあかな。嬉しいか。よしよし。お、いいじゃないの。嬉しいか。よしよし。今週はレースがあるよ。いい感じだね。まあまあかな。はい、何です？3番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。川崎から始まる今年の G1 戦線、全国から集まったダートの精鋭10頭がスタートの瞬間を待っています。スタートを切りました。10頭、6番カタナリュール、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。さあ何が行くのか。9番テリエムメガトンが行く構え。キャニオンロマン、その後ろでやりましょうか。東洋シアトル、その外スーッとキクノウィンが上がっていきました。ドミケンライデン、その後ろ5馬身くらいあってライフアサヒ、そしてそのうちに6番カタノアリュール、その外7番メイセイオペラ、それからもう1頭4番セントリック、そしてしんがりからアブクマポーロでやります。もう一度前から整理しましょう。10番キャニオンロマンが先頭です。前前での競馬キクノウィンと佐藤騎手、東洋シアトルが内内を通っています。そして4番手にテリエムメガトンであります。内を通りまして2番ドミケンライデン、ライフアサヒ、それからカタノアリュール、そしてその後ろからメイセイオペラ、セントリックがそのうちにいます。そして1番人気のアブクマポーロ、うまくいっているんではないでしょうか。流れるようにレースが進んでおります。先頭はキャニオンロマン、リードはわずか。そのうち5番キクノウイン、前前での競馬東洋シアトルと松永騎手、外から1頭9番テリエムメガトン、ドミケンライデンがその後ろちょっと離れて8番ライフアサヒであります。そのうちに名声オペラ。さあ川崎競馬場は大歓声であります。アブクマポーロ、馬群をさばききれるかどうか。さあ先頭はキャニオンロマンが一馬身リード。キャニオンロマン先頭、アブクマポーロ抜群の手応え。先頭佐々木とキャニオンロマン、赤い帽子アブクマポーロ先頭だ。アブクマポーロ一着、一番人気に見事応えました。はい、何です？